南波慶一は、日本の生物物理学者、大阪大学栄誉教授、元日本生物物理学会会長、日本学士院賞恩師賞受賞、兵庫県生まれ。1970年兵庫、県立甘が北高等学校卒業。1974年大阪大学基礎、工学部生物工学科卒業。 1976年大阪大学大学院基礎、工学研究科修士課程修了。1980年大阪大学大学院基礎、工学研究科博士課程修了、日本学術振興会奨励研究員。1981年大阪大学大学院基礎、工学研究科研究生、ブランダイス大学ローゼンスティール基礎、科学研究所博士研究員。 1984年、バンダービルト大学理学部分子生物学科博士研究員。1985年、バンダービルト大学理学部分子生物学科上級博士研究員。1986年、ブランダイス大学ローゼンスティール基礎科学研究所上級博士研究員。同年新技術事業団エラと、宝谷長文氏や荒構造プロジェクトグループリーダー。 1991年新技術事業団エラと宝谷長文子やわら構造プロジェクト技術参事。1992年松下電機、産業国際研究所リサーチディレクター。1997年科学技術振興事業団、エラとナンバプロトニックナノマシンプロジェクト、総括責任者。1999年松下電機、産業先端技術研究所リサーチディレクター。 2001年高気度科学研究センター構造生物グループグループリーダー2002年大阪大学大学院生命機能研究科教授2003年日本生物物理学会副会長産業技術総合研究所研究評価委員通信総合研究所研究評価委員2004年名古屋大学遺伝子実験施設客員教授 2006年理科学研究所ハリマ研究所客員、主幹研究員、沖縄科学技術研究基盤整備機構研究顧問、情報通信研究機構外部評価委員。2007年日本学術会議連携会員。2010年大阪大学大学院生命機能、研究科研究課長。2012年大阪大学評議員。 東北大学多元物質科学研究所客員教授、日本生物物理学会会長。2013年大阪大学特別教授。2017年大阪大学大学院生命機能、研究科特任教授、大阪大学名誉教授、大阪大学栄誉教授、理科学研究所生命システム研究センター、副センター長、理科学研究所生命システム研究センター、 超分子システム動態研究連携室室長。2018年理科学研究所、放射光科学研究センター副センター長、理科学研究所生命機能科学研究センターチームリーダー、理科学研究所、バトンゾーン研究推進プログラム理研ジアル、連携センターセンター長。ありがとうございます。